どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は弓の攻撃を生かすための先手後手の秘訣となります。弓を使っていると物陰から攻撃することが多いため、被弾せずに体をさらし攻撃するタイミングは難しいと思います。また敵との距離感によっては全く攻撃ができない可能性もありますからね。そこで今回はメイン攻撃を先手と後手で分けた時にどういった使い方ができるのかをまとめていきます。心理戦に近いところかもしれませんが、攻撃のタイミングを考え直すいいきっかけになればと思います。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。そもそも攻撃に先手と後手を使い分ける理由はあるのでしょうか。僕自身もともとは短射程を使っていたので、ゴムによる牽制をしており先手が多かったように感じます。ですが弓を使っていると相手の動きや配置によって圧力のかけ方が変わるので、タイミングは非常に大事にしてます。先手と後手を使い分けるということは相手との攻撃の間を活用することだと考えます。この間が重要なんですよね。この間を見極めれば敵の攻撃が止まる瞬間がわかるので効率よくカウンターが狙えます。もちろんチャージ時間を把握しながら攻撃を効率よくして抑える必要があります。この先手と後手をうまく使えば相手の動きに合わせてタイミングよく攻撃ができ、うまくいけばキルも狙いやすくなります。弾を打ち切るタイミングやジャンプした時などその時は無防備なので狙いやすいですよね。それを見るためのタイミングです。特に X マッチはミラー編成によって武器が固まりやすくなっています。自分の武器に対して何が来るかおおよそ対策ができます。弓のミラー武器はバレル、フーゲル、ハイドラ、あとはトラストですねっていうのが圧倒的に多いです。この武器の特徴としては圧が強いという武器が多いですね。正面から当てるのは難しい武器なのでタイミングを狙う必要が出てくるわけです。こういったことから先手後手を考えて活用するのは相手をよく見手段になるので覚えておきたいところっていうのがあります。これが今回先手と後手を使い分ける理由となります。まずは先手の活用からいきたいと思います。これは相手を抑え込むときに意識したいところです。先手となると初動がイメージしやすいかと思います。敵より先にたどり着きそうなところに置き打ちをしておくだけで相手はポジションが取りづらくなります。このように行動の制限がつけられるのでこちらが有利ポジを維持できるのが先手のいいところだと思います。これはあくまで先手攻撃によって抑え込んだ結果です。相手のポジを無理やり取ることではないです。また先手に関してはキルを狙っていきたいところですが、とにかく近づけさせないというのが一番大事かと思います。先手を取っているときは相手はこちらを確認できる状態です。ということはいつでも反撃ができるんですよね。先手の時に深追いしすぎると支え込まれる形になるので焦らないのも大事です。もしダメージをうまく与えれれば一旦引かせることも可能です。動きの予測ができれば撃退も可能です。先手はあえて攻撃を見せて圧をかけることが大事になりますので無理に攻めすぎるのは気をつけましょう。先手がうまく決まれば前衛の味方とも連携がうまくいきますのでしっかり圧をかけていきましょう。注意としては先に打っている時は一針をしているという点です。裏取りなどされる可能性があります。また相手の足場が整って逃げる準備ができている時もありますので逃げ道を塞ぐように攻撃をするといいかと思います。この辺りはサーマルインクとの相性も良さそうですね。続いては後手の活用についてです。主にこちらが抑え込まれている時に意識する方法になるかと思います。後手になっている状況というのは足場が悪く敵の攻撃も来る状況だと思います。先手とは違って限られた中での対応になります。ですが後手になると相手の位置を把握することが可能なのでキルを取れればチャンスに変えることも可能です。後手のタイミングとしては相手の攻撃終わりを待つのがいいかと思います。理由としては攻撃の切れ目が一番体をさらしている状況だからです。イメージとしてはカウンターを狙う感じですね。トラストの場合
ミナーや弓の相手をすることが多くなりますが、次の攻撃をするまでにチャージをする時間が必要になります。この隙に後衛を潰すという方法になります。こちらとしては相手のポジションが分かった上で攻撃ができるので、デスしないためにタイミングを後にするという必要があります。ただよくあるのが焦って無理やりスピナーの前に出てしまうというパターンです。こうなると勝てるのは難しいですね。あくまでカウンターを狙ってチャンスを広げるのが狙いですので、相手の攻撃の切れ目を見て攻撃を仕掛けていきましょう。先手と後手について話をしましたので、ここからはよく対戦することになるミラー編成で考えていきたいと思います。ミラー編成では最初に話した通り、バレル、クーゲル、ハイドラ、トラストが相手になります。環境的にバレルとハイドラが多いため制圧力が高く、味方もやられやすい武器がきます。この武器たちにはトラストで勝つ必要があるため、攻撃のタイミングは非常に大事になってくると考えてます。足場が整っていない状況であれば、チャージの速いこちらが有利なので先手を狙えます。削ることができれば相手が逃げていくということもありえます。こうなればポジションを取ることができるので有利に回せます。ですが問題は後手です。バレル、クーゲル、ハイドラについては抑え込みが非常に強い武器構成になっているため、前に出られるとかなりきついです。ナイス玉とかやりますからね。後手でカウンターを狙ったとしても相打ちになる可能性が高い相手なんですよね。そのためキルを取ることが要求されます。なるべく壁に隠れて攻撃の終わり際にキルを狙うようにしましょう。とにかく生き残って攻撃することが大事です。ここで焦って体をさらすとキル速が速い武器が多いので一瞬で消されます。また上手い相手だとやられた瞬間リスポーン前あたりまで来ることがありますので、かなり動きづらくなります。うまく後手の時にキルを狙っていきたいところですね。やばいなと思ったらとにかく引いてスペシャルを使うのもありかと思います。この先手と後手に関しては接近戦でも活用できます。後衛の邪魔をしない前衛はいませんからね。個人的には距離がある時には先手で削っておくというのが大事かと思っています。時間稼ぎですね。うまければキルも取れます。ただこの先手に関しては攻撃の時に遅くなる武器には有効な方法になります。ブラスターなどですね。後手の使い方としては主にマニューバー系になります。理由としてはスライド後の硬直狙いになります。相手の動きに合わせて先手を取ったとしても避けられることが多いんですよね。そのため後手で相手の動きに合わせて攻撃をした方がかえって当たりやすいということが多くなります。接近戦だけに限った話ではないですが、基本的には硬直するタイミングと射程で使い分けてます。遠ければ先手を打った方が早く処理できますし、近ければあえて止まる瞬間を狙うのがいいかと思います。全体を通して言えることですが、どの武器にも硬直またはチャージ時間、インク回復があります。この武器特性をうまく理解した上でさらに先手後手を考えてみると対面の仕方が変わってくるかと思います。これに関しては実戦練習で学ばないといけないので、かなり時間がかかるかと思います。意識が大事です。はい、ということで今回はここまでとなります。弓の攻撃を生かすための先手後手の秘訣はいかがでしたでしょうか。今回の話は心理的なところですが、最後話した通り硬直のタイミングに合わせるということが重要かと思います。動いている相手より止まっている相手の方が狙いやすいですからね。そのタイミングを狙って攻撃するのは大事です。最初はミラー武器の4つで考えてみるといいかと思います。慣れてくれば相手を止めるということも考えていくといいかと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。